畠田も D スコア 4.6。 432ということはユージェンコ1回ひねりでしょうかね、はい。いい、はい、後ろに跳ねたという演技、うん、ガッツポーズ出ました。寺間さん、本来ですと1回半を持っていますが、はい、そうですね、オリンピックの時も1回半をやりましたけど、やっぱりオリンピックの時も尻餅をついてしまったので、うん、やっぱり武田選手練習から 何回も1回半を確認するんですけども、今回安定に1回ひねりにしてきましたね、はい。この予選は個人総合の予選も兼ねていますので、大きなミスは許されないというところになりますが、はい、やはりちょっと1回半ひねりだと自分の気持ちもすごく暗くというか、頑張らないとって思うと、やっぱり他の3種目で失敗してしまう可能性もあるので、ただ簡単な技で他の3種目にかけるっていう戦略を取ったのかなって私は思います。Eスコア8